前ら、タイトルの通りなんですけど、なんか今日朝の4時頃に目が覚めて、そっからねもうお腹がスーパー激痛で死んでるアンパンでございますこんな最悪な状態なんですけど、今日ねガチャが来てんだ、ガチャが来てるからね、もうこれは締め引かなくちゃいけないと思ってやってます。俺のお腹は死んでますけど、このチャレンジ大激当選、このガチャをね今日来たんでやってこうと思うんですけど、やべえなくっそ腹痛い、もうね死にそうなんですよね、まあ、だけどねガチャ来たらやらなくちゃいけないっていうのがこのアンパンスタイルなんで、この最悪状態ですけどやっていこうと思います。まずね新キャラの紹介順番にですからね、このブラゾ、ブラゾは見てもらうと分かるんですけど、完全にね今月の超駒のキャラ、大国主の劣化版ですね。以上で次にビュレット、こいつがね盤面になってデバフで、さらにコンボスキルが120のコインオルス、まあルシファーでいいなってなるけど、まあ、ルシファー持ってない人だったら取ってもいいんじゃないですかね、まあ、ルシファーパーに入れても強いですしね、リーダーじゃなくても発動するから、まあ、ルシファーの介護官、まあ、超ゴマなんで仕方ないですね、基本介護官になっちゃうのはこの超ゴマに比べると。でこれアーガス、アーガスが まず自分の生き残りを受けて手駒に洗いで受けた毒の吸収を 90%から55% にカット、リーダーじゃなくて発動できるのはいいし、普通にカットできる 55% ってかなりカット率高いですね、もういいんですけど、そんだけ竜輪だけで、コンボスキルはねまあ基本オーラだから出さないからまあいいや、そんなに強くない、これが A 駒だったら強かったですけどね、 S 駒の枠を1個潰してまで 55% にするのかっていうと微妙ですね。はい、ちょっとあんまり長々と話すとちょっとまたお腹痛くなって暮らしそうだから、さっさとやりましょう。あ、次 A 駒アラエル、こいつはね今回の値だと思います。とうとう出たね、火炎カットで通常もちゃんとカットしてくれると、火炎だけじゃなくて、まあ、なんかこの前ね A 駒でなんかフレイヤーとかいうなんかゴミがいましたけどS 駒だ、 S 駒だな、 S 駒で、あいつと比べると全然使いやすくなりましたね。コンボスキルも自分のキャラ1体につきで2000なんで、これもねささやきとの相性がいいんで、ささやき場に入れてもいいんじゃないかなと思います。普通に俺はあれだと思う、ささやき場に入れてもいいな、火炎対策で。で最近なんかこの大きく運営流行ってんのかな、このアンデッドなんか出しまくってるけど、マフェリ対策かな、よくわかんないわ。マゴマ2枚以上っていうのはマタンでしか多分使えないですね、ほぼほぼマタンと言っていいでしょう。でコンボスキルが吸収、コンボは使いやすいが、まあこいつもいらんな、最近アンデッド出すぎ、カップ戦用に、カップ戦じゃなくて白の豊に取ってもいいかなぐらい。で呪い打つしね、3枚以上で自分の手駒にかかってるのランダムで2つ、相手の手駒の最もアタックの小さい駒に打つ、なんとも言えんな、まあ、でも普通に英語まで呪い移せるから、こいつも取ってていいかなと思います。いずれ呪い移しが始まった時に必要になってくると思うんで。で B 語はね、まあ別にどうでもいいかなと思うんですけど、まあ結構まあ B 語強いの1匹いたんで紹介したいですね。このケイリーは別にどうでもいいわ、 12% サビ3枚以上ないと発動し、3枚以上ないと発動しないのはいらんな、こいつは。このヒバリってキャラがね強くて、結構コスト15入れようと思うと B1 枚入れなくちゃいけないですけど、コンバートでね、結局間が弱いんですよ英語マって、コンバートの英語マね。だから B 語マ枠でこいつを入れれば間の枠が1個埋まるからいいかなって、しかもコンバートで最適ですね。ただコンボスキルがねコンバート関係ないのがちょっと残念なんですけど、アタック 1.4 倍とか5倍でも良かったんで、バフにして欲しかったところありますが、まあ、十分強い。でこのこいつは一旦威圧で250でコンボがダメージ B マスか、微妙だな。まあ、なんか、使い道はありそう。コスト15が入るデッキで、もしかしたら使い道ありそうですけど、なんか竜でダメージビーマス出しても、火炎とかしか使えない気がするんだよな。微妙ですね。はい、そんなところで、まあ、ちょっとね、お腹痛すぎて説明が雑になりましたが、ガチャ引いていこうと思うぜ。
20連分は弾けるように準備しましたんで、このフェアリーまで弾きましょう。英語も書くまで弾きたかったけど、これ白のとクリアすれば弾けるんでね、とりあえず20連で何が出るかなみたいな感じで、まずは単発で役落としをしましょうか。これでまあ英語も出てくれてもいいな。狙いはあのあいつだな、あの火炎と通常攻撃カットの英語も、はい、B ゴマ役落とし完了、まあ、B ゴマでもヒバリが出たら嬉しかったけど、やってこうぜ。ガチャなのにこのテンションで本当に申し訳ない。俺の今のお腹の調子が悪すぎて、ちょっと今わーってできないんだよな。お腹に力入れるとくっそ痛いんだ、お腹が。来るか。はい、最初は英語間のみ。まあ英語間のみでもいいんだな。あの神の英語間が出ればそれだけで全然勝ちなんで、今回はあんまりエース欲しいのないし。はい、勝ち、はい、勝ち、はい、勝ち、はい、もう勝ちですね。いてててて、ちょっと笑うのいて。俺の欲しいキャラがほとんど出たな。これで十分。まあフェアリーももらえるし、もう10連引きましょうか。何が来る？うわー、2射入らねえ。まあエゴマぐらいコンプしたいな。呪うつし、呪うつし。おお、 S、 いて、出てて、 S5 まだ。ちょっと待って、あんまり声入らねえ、マジで。おお、 S2、 やめろ、 S3 枚、いて、出てて、ちょっと待って、ダメだって。お腹の痛さ半端ね。はい、来ました、新キャラデバフ。はい、来ました、新キャラデバフ。めっちゃ出るやんけ。いてて、やべやべやべ。ちょっとあの笑わなきゃよかった。はい、あのお前らからしたらメスシマズかもしんないですけど、新キャラいっぱい出たな。ちょっとね、さっさとこの腹板を直して明日からまた発狂配信できたらいいなと思います。はい、それじゃあ最後にお前らチャンネル登録よろしく。じゃあな。やべえ、死ぬ。